こんにちはドクターすなみですラジオは脳にいいんですこんにちは駒田圭です松山市福住町福住病院院長脳外科医のすなみのりお先生とともにお送りしているドクターすなみの大のさあ先生今日はどんな感じでいきましょうか今日はねちょっとまあ、はい、これまでとはちょっと違ってねこの心理テストというかねえう、えー、ちょっと問題を、えー 出してみたいと思います。はい、<の>お願いします。ちょっと皆さんまああの脳を活性化してもらうというか、うん、あの考えてみてください。はい。最近新しく会社の近くにできたイタリアンレストラン。うん、うん。一度行ってみようかなと思っていたところ、同僚が、今日は多分空いているはずだよというので、ええ、ランチに行くことにしました。はい。で、行ってみると、うん、本日定休日あらとの札が降りていました。ね この時あなたならどう思いますか A、はい、自分でちゃんと確認してから来るんだったと反省する、うんうん、B 同僚のいい加減な言葉に頭に来る <laughs> C 運が悪いなあと諦めるうまくいかなかったことを誰のせいにするかでねまあ、その人の性格がわかると思うのでま農芸会としていろいろ でまあ私が勝手に「独断と偏見で」で、はいえー、考えてみたんですけどね、はいまあ、あなたの生活に問題があるとするなら何が原因かをね、えー、この一問から、えー、いろいろ考えてみたいと思うんですけどこもちゃんどれですかいやーどうだろうね <laughs> まあちょっとあの優等生のこ答えでいくと一番だと思うんですけどやっぱりあ だけどやっっぱり2番かなうかあ,もうあの人ちゃんと言ってくれでもあれですよねただ空いてると思うよっていうふうに言ったから結局はそうかやっぱ自分が悪いのかっていうことになんかこう順番にこう堂々巡りしそうなかなか決めにくいね。うんえー、優等生かな A はやっぱり僕 A なんですよね。 僕はまあ、やっぱり a だろうなと思うね。うまあ、運が悪いなとも思う同僚の、まあ、その、誰が言ったかにもよるだろうけどね。ね普段から頭に来るやつには、そんなこと聞かないから。か普段からそういうやつが言ったんだったら、行かない。うん、<laughs> なるほどね。<laughs> うん。だから、まあ、はい。まあ、やっぱり。a はね。うん、a を選んだ人はね、はい、まあ、思い通りにやろうと力みすぎて、かえってうまくいかない。 ととというところがあるのかなと私はそう思う思わけです私のことも考えながらね <laughs>、うん、まあ自分の力で望みを叶えようと、まあ、頑張る人なんですけど、うん、やればできると信じて努力を重ね目標を達成しようとする頑張り屋さんなんだけども、まあ、そういうあなたがですねうまくいかないなと感じるのは、まあ、一生懸命に取り組んでですね 周りが見えなくなってる可能性があるね。うん、私この傾向があって、はい、もう馬車馬のように全然見えない。うん、周りが見えてない。まっすぐ前を向いて、うん。よく言われるんです。これはもう神様によく言われる。あそうですかうんうん、うん。そういうところがある。まあだからあのちょっと肩の力を抜いてね、はい、リラックスリラックスと。はい。えー、あのいつも思うんだけど、何かあのちょっと ちょっとまあ例えばみんなの前で発表するとかそういう時に「頑張れ」とか言って声かけてくれる人がいるじゃないですか。で、はい、ああいう時にアメリカ人ってリラックスって言うんですよ,ね<ー>でよくその時に思うんだけど日本人は「頑張れ頑張れ」とか「頑張ってね」とか言,って言うけど。 頑張らなくていいよとリ,もうリラックス、うん、力抜いてみたいに言ってくれる人がやっぱり一人いるといいなと思っ、ねうん、ああいう点はあの割合リラックスっていうい僕はだからあのアルベルトンにね、はい、ピアノで、はいえー、カーネギーホールでこれからやりますというメールが入ってきた,、うん、た時にリラックスと。 あるリラックスと入れました頑張れなんんて言いませであその自然に任せてみるというかね自然体がやっぱり一番力が出るんだということも、うん、まあやっぱり押すばっかりじゃなくて引いてもいいかなという、まあ、そういうことも必要なかなと思うんですよね。はいえー、B、はい B はあの同僚のいい加減な言葉に頭に来た人。<laughs> まあ、頭には来ないな、うん。頭に来なくても。うん、そうね。うん。まああのー、B を選んだ人はね、うん、調子のいい時ばかりじゃなくてうまくいつも限らないから。うん、まああなたはですね、B を選んだ方はやっぱり自分の損得を第一に考えて、うん、効率よく物事に取り組もうとする人なんですよね。あるかもしれない。だからあのその場の空気を読むことが上手でちゃっかりしているので。うん うまく実力以上の結果を出せることも多い人なんだと思うんですよ。ね、まあそういうあなたが思い通りにいかなくなるのはねむしろ物語があのうまくいってる時ばっかりじゃなくてそういう時こそ好調に浮かれすぎてるんではないかという、はいね、まあ逆にそういうことをやってると周囲の反感を買ってしまうよということでね地道な努力や細かい作業を、うん 軽んじてしまう毛嫌いがあるということを反省しないといけないかもしれない。はい、わかりました、うんはいまあ、うまくいっている時こそ些細な事柄にも目を向けて、うん、人に対しては謙虚な態度で接するということがもう手に入りかけているものを手放さないためのコツかなと思うわけですよね。で運が悪いなと諦めちゃう人、うん、C を選んだ人は、はい、あのー 努力不足の人が多いねもそういういところあるんです努力もしないでね、うん、まあ良い結果を期待しちゃうというか諦めが早いというかやればできると思ってはいるもののやらないんですなかなかやれば俺はできるんだとと言いながらやらない人、うんうん、まあ、あのー、やっぱりやっときゃよかったにとかね後悔で終わることも多いかもしれないので、ええ もう運が悪いなで済まさずにやっぱりもうちょっと頑張ってみるまあそれこそリラックスばっかりしてたら駄よ時には頑張らなくっちゃというねうん、うん、失敗するかもしれないけどやっぱりトライしてみるというのも結果がどうあれやっぱりそういう結果を受け止めることも、えー、あなたの人生を切り開くことになるかもしれません。というまあ、えー クイズ1でした私ねあの先生それで言うとね、うん、なんか最近思ってるのは、うん、なんか全てうまくいってるって自分で思うようにしてるんですよ。はいはい、でなのであの改めて思うと、うん、なんかこう空いてなくっても「うん、あ今日はじゃあ別のところが美味しいものを、うん、きっと出会える」あ「全てうまくいってる」っていうふうに。うんうんうん なんかそういうふうに思うようには自分の中でしてるので、はいもしね、そういうことがあったら皆さんもそういうふうにしていただけたらなと思います。い似てるとこありますね。<laughs> 僕はしてるというか、本当にそう思い込んでるというと。<laughs> なるほど。うんうん、はい。えー、さてさっきね、先生、イタリアっていう言葉だったり、うんはい、アルベルトさんの名前が出たので、はい、あ、そうだ アルベルトさん、また、この松山に来てくれるって思ったので、ちょっとコンサートのご案内を。三、ね、週間切りましたね。そうなんです。あのね、はい、アルベルトさんは、実はあの先生の息子さんでいらっしゃって、で、アルベルトさんの。 えー、奥様は先生のお嬢さん津波ゆきさんなんですが、えー、ソプラノ歌手津波ゆきさんとアルベルトピッツさんピアノのお二人の料理サイタルが8月3日土曜日に愛媛県民文化会館サブホールであります8月3日土曜日です開演は午後2時からとなっておりますあの日本の曲もしてくださいますけれども、うん、あのアルベルトさんのふるさとイタリアの曲などもね、はいえー ししてくださるし、はい、あのアルベルトさんはあれなんですよ作曲家でもいらっしゃるので,で、ね、オリジナル曲の演奏もね、えー、あと即興で弾いちゃいます<ー>大抵ねコンサートの時は1曲はやりますね、うん、あの会場を見ながらお客さんの顔を見てなんか作っちゃう即興で。 ああいいううのはやっぱりすごいなと思確か何かあの、うん、お客様をステージに上げてそういうこともやったことありましたね。とっても楽しいうことですそして今年は、えー、夏休みスペシャルコンサートということでテノール歌手の秋川雅史さんを迎えてまたこれはゴージャスな楽しいコンサートになると思いますので、うんはい、ぜひ皆さんお出かけになりませんか 全席自由一般三千五百円、高校生以下は千五百円となっております。プレイガイド、フジグラン、松山、チケット販売カウンター、それから松山楽器、チケットピアなどなどで。えー、皆さん、チケットの方をゲットしてください、ということで、須波由紀さんと。えー、アルベルトピッツァサンドデュオリサイタルのお知らせでした。はい、はい、どうも。<laughs> ありがとうございます。ははい。はい。はい では問題にに移ります。問題にに今日はあのそうなんですよあのちょっと心理テストをねしていただいてよろしいですかはいじゃドクタースナミの大脳に戻りますはい家に帰る途中電車から降りた途端に土砂降りの雨になっちゃいましたはいあなたは傘を持っていません駅からあなたの家まで歩いて10分の距離ですさあどうしますかはいはい A 走って帰る B 傘を買ってしてし帰る<ー> C 家に連絡して迎えを頼む<ー> D とりあえず雨宿りして考える ABCDA <ー>、うん、走って帰る、うん、B 傘を買ってさして帰る C 家に連絡して迎えを頼む D とりあえず雨宿りして少し待ってから考える まあ、この心理テストはね。突然の雨という想定外の出来事への対応から物事に対する基本的な構え方、はい、対処法が出ますからね。はい、そこからあなたの10年後の姿を推理してみたいと思います。そうですか。はい。ま、あのお家での別にスケジュールがなければ、私ちょっと待つと思うんですよ。うん うん待つまあじゃあもう前前通りする雨宿りしてでそれでもやまなかったらもう家なんで走って帰ると思うんですよ走って帰っちゃうだから D から A に行く D から A にはいわかりましたはい D はねうん10年後まあ今とあまり変わってないね。 マイペースもうあなたはね周りがどうあれマイペースの人でねあまり周囲の影響を受けずにね、うん、のんびり構えている、はい、まあそんなあなたは何をするにも最初は出遅れるものの <laughs> 一度やり始めたことは粘り強く続ける才能があるでしょうからなるほど10年後のあなたはまあ良きにつけ悪しきにつけ表面的には今とあまり変わらない人生。うん、なるほど、うん まあでも10年後には漠然としていた夢を叶えていたりなんとなく望んでいたような生き方に少しずつ近づいていると思いますねじゃあ10年後もね先生一緒に番組しましょうね、うん、う待ってるまあのんびり屋さんは <laughs>、うん、そんな感じではいで A にまあそのうち変わって、うん、止まないから走って帰る人、うんうん、A はね A はもう D とはもう全然違いますからねもう A を選んで走って帰るはもう 全く違う波乱万丈の人生<ー>すごく変わってるかもしれません十年後にはね、まあ、これはねやっぱり人生をね行き急ぐ人、うん、走って帰る人は、うん、もう何でも自分の思い通りにしようと力づくで押しまくる面があるんですよね、うん、僕もね若い時は A でした、うん、もうズブ濡れになっても走って帰る、うんうん、今脚力に自信がないですからね <laughs> <laughs> まず「走」って書いてたら多分こけて <laughs> そうなんですよ、ね <laughs> うん、びちょびちょになりそうなんで,んでまあ A を選んだ人はですね、まあ、そういうために周囲の抵抗にあってうまく物事が進まなかったりですね、うん、まあ自分の考えてた筋書きとは違う現実に直面したりと、まあ、結構波乱万丈の人生になっちゃうかもしれませんねんまあだから10年後のあなたは転職を繰り返してるとかね、うん 海外で暮らしているとかね、<ー>もう今とは全く違う<ー>想像もついてないような生き方をしているかもしれないと思いますね。はい。私はね、はい、あの傘を買ってさして帰ります。堅実派だ。だいたいね、もう自分で設定した目標に向かって邁進してます。はい、で、その目標がね、そんなに高いところにはない。うんうん、まあちょっと。 だからねスマートに生きようとする人なんですねよく言えばね<ー>、うん、よく言えばもうその理想の生き方目標を設定して効率よくその目標をクリアしようとする、うん、でもクリアできる目標しか立てない、うんうん、あんまり多くを望まない、ね、<laughs> あの一見あの器用な生き方のようですけどもあの目標したらでも達成したら次はこれ次はこれと結構ね駆り立てられているような 忙しい一面もあるんですうん、えー、もう本当にねのんびり面があんまりないんですこの B を選んだ人は <laughs> 案外ねだから10年後もまあさらに高い理想を持ってですね自分の価値を高めてくれる人脈作りであるとかね、うんあのー、キャリアアップに励んでいたりまあ、あのー、理想に少しずつは近づいてるとは思うけれども、うん、そういう人が、えー、傘を買って差して帰る人。はい 残りの,あの家に連絡して迎えを頼む人、うん、この人はねちょっと心配あ<ら>こういう人はねあの過去を振り返って後悔の日々を、うん、送る可能性もあるのでね、ええ、この周囲の期待に応えようとする性格の持ち主でねうん、うん、なかなかあの自分の意思を貫けない、うん、自分の人生なのに自分で決められない面を持っている方はですね まあそういう時もこういうところもあるちょっと愚痴っぽくなるところも、うん、あの時はこうした方が良かったなとか本当は明日かったのにとかね、うん、でもねその一方では自分の生き方はこれで良かったんだなという、まあ、平凡ながらも安定した、まあ、そういう意味では非常に堅実な人、うん、堅実な人は家に連絡して迎えようと、うん、そういうちょっとどっしり待つと。 いうところもある人がし、まあ、それぞれね ABCD それぞれあの長所もあれば短所もあるこれは性格だからね、うん、なかなかあの変えられないけども年を取ってくるとか変わってくると面もありますね私のように。 なるほどね。はい、まあ楽しんでいただければ。そうですね。一ノ下界が勝手にくったので、あまり参考にしないで結構ですから。いやいやそんなそんな。でもそうだなと思うと、あのね今日の参考に、あここちょっと気をつけようとか、あここはもう少し伸ばしていいんだっていうねそういう風に使ってもらってもいいかなと。はい。全部プラス思考で参りましょう。はい。 いやもうなんかでもちょっと当たっててドキッとしたわそう、うん、またじゃあ考えてみようかなはいぜひぜひ考えるの楽しいんですよねぜひぜひそうですよねでも一応ねいろいろあのいやそりゃそうですよ理論づくめでこう考えてるところもある先生脳外科医なんですから <laughs> 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 もちろんです存じ上げております素晴らしいです。はい、えー、ということで皆さんからも今日ねあの心理テストありましたけれども自分はこうだったよなんていうね、えー、そんなことがあったらまたこの番組までお知らせください。メールの方は「dr.rnb.co.jp」何回放送アプリからもお待ちしております。さて先生来来週週ははどんなお話ですかね 体の中にいろんな石があるんだけど。石。石石のお話を。石の話。ストーンの。ストーン。はい。そうそう。はい。僕もいろんな石持ってた。あ、そうですか。持ってたけど、もうなく、なくした石もあるし。そう。ですね。はい。なくした方がいい石もある。そうそう。はい。いろいろですね。はい。ぜひ来週も。お聞きください。はい。え、松山市福住町福住病院院長。 農芸会のすなみのりお先生でした。先生ありがとうございました。